そうね、まあ、実際今の日本はちょっとずつ規制が強くなっているのを感じていて、まあ、それに対する、まあ、警鐘というか、まあ、注意を漫画を好きな人たちに呼びかけたいというのが、まあ、制作の動機になっています。意外という気持ちと、やっぱ不満、怒りがやっぱりまず第一に浮かびました。ならない感そうじななんんですでね。すよ。僕の認識では、そうですね、もうかなり目の前にこういう未来っていうのは十分あり得るんじゃないかなと思っていて、でも今だったらまだ十分歯止めはできるんじゃないかなという期待も持っています。そうですね。いや、アキラはまだ大丈夫じゃないかなと思います。まあ、そんなに、アキラはその規制ギリギリの、際どい作品ではなくて、まあ、本当に素晴らしい作品として認められているので、おそらく今発表しても問題ないとは思います。まあ、一番強いし、きっかけになったのが、手塚治虫さんが亡くなったのが、僕が中学2年生ぐらいの頃だったんですが、彼の作品を、まあ、手塚さんが亡くなったという知らせを受けて読み始めて、で、こんなに素晴らしい作品が、あったのかと驚いたのが、まあ、本格的に漫画家を目指したのはそれがきっかけです。